野球を通じて元気に楽しししく日々を過ごしてもららえたら嬉しいですこのグローブを使っていた子どもたちと将来一緒に野球ができることを楽ししみにしています日本のすべての小学校2万校にグローブを寄贈すると発表したメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手その数は合わせて6万個。 桁違いのプレゼントに多くの賞賛の声が集まりました。すごいしかっこよすぎる。人格者がお金を持つと、こんな素敵なことになる。今年はホームラン王優れた打者に贈られる。シルバースラッカー賞を受賞するなど輝かしい成績を残した。大谷選手。 寄贈するグローブは大谷選手がウェアやグローブなどで契約を結んでいるニューバランス製で括弧に右利き用2個左利き用1個が寄贈されると言います私はこのグローブが私たちの次の世代に夢を与え勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいますその一方、比較されてしまったのが。 給付金のまあ支給をまあ先行させ所得税・住民税の定額減税を実施いたします所得税減税や住民税の非課税世帯への7万円給付など国民への分配を検討している岸田総理お金の使い方は大谷選手を見習うべき身を切って寄付する姿を見てほしい 大谷選手も岸田総理も再分配という点では同じことをしているのですがなぜここまで評価が分かれてしまうのでしょうか日本では時に売名行為偽善などと揶揄されてしまう寄付社会をよくしようとしているのになぜか炎上するリスクも今夜は児童養護施設にパソコンを寄付している 平ろさんと共に、効果的な寄付のあり方について考えますはい、平きさん、どう見てますかまず、その岸田首相と比べるのが、岸田首相の,のお金っていうより、日本の政府のお金って、僕らが払った税金じゃないですで、大谷さんは自分で稼いだものをあげてるので、<laughs> ええ、そもそも比較対象の同じ土台に載せるべきではないと思うんですよね。本来ね、はいであの グローブなんですけど、野球ということで、これだけお金を稼ぐことができましたっていうのがあるので、はい、なので同じような人たちが増えてほしいっていうので、で僕がパソコン配ってるのも、僕、エンジニアとして割とうまくいったので、うん、なので、はい、まあパソコンを触ることによって、プログラムっていいよねっていう人が増えたらいいなみたいな感じで、うん、あくまでその自分のなんか人生の延長線でうまくいったものを、ちょっと他の人にもなんかおすそ分けできたらいいな的な感じなんじゃななないいかなと思いますなるほど、はい、そのひろゆきさんのね、PC 話ももう少し詳しく聞かせてもらえればと思います。では、まずはゲストをご紹介いたします。 寄付や社会的投資を進めるための仕組みづくりを支援する日本ファンドレイジング協会の小川愛事務局長です。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。まずは小川さん、まあ、これ非常に賞賛の声が上がっているまあ理由含めてですね。どんな風に受け止めていらっしゃいますか？ はい、ありがとうございますこれが、ね、皆さんが大好きな大谷選手らしいとてもあの素晴らしいお人柄が現れたような気分ではないかなというふうにもともとスポーツとチャリティって相性がいいところがありまして、はい、あの野球チームがですね地域のコミュニティと一緒にあのやったりですとかということもありますし、うん、この野球をする少年たちがで少年少女たちがですね小学生たちがすごく、あのー、大谷選手の憧れを持って見たりですとか、はい、そういう意味でもいい。 ルルモデルにになななるようう活動だなといいうう思ってますはい、何しろ1個1万円と計算しても6億円になりますよとただこの6億円寄付しますじゃなくてね、えー、6万個のグローブとかね全国2万校の学校にってなるとねおっていうところがあったのかもしれないということでやっぱりこの全国ね全ての小学校みたいなところが良かったみたいな小川さんところもあるようですね。 そうですねあのどこかにっていうところではなくて本当にこうあまねく日本の小学生たちに野球をもっと好きになってもらいたいっていう気持ちがすごくよく表れているのと平等性があるすごくいい活動だなと思って見ています。 比べていうとやっぱ結局寄付だろうとなんだろうとお金って賢い人が使わないと意味がないなってことがわかる事例ですね例えば今回の場合だったら6億円別に大谷選手が全額出してるわけじゃないじゃないですか多分ニューバランスさんが入ってるから多分そこで何かしらの話があってニューバランスは広告になるよねで大谷選手はもちろん事前活動ができるじゃないですかさらにもらった子たちは喜ぶっていう誰も損してないんですよこれ。ここでやっったら例えば間のの代理店が持てくとかか全然そなんう 私欲を満たすやつらが入ってくるんですけどそれが誰も入ってないからそして大谷選手のコメントですけれどもね、うん、グローブを寄贈することで子どもたちが野球というスポーツに触れてそして興味を持つきっかけになってほしいと願ってますということ。えー、さらにはですねこのグローブを使っていた 子供たちと将来一緒に野球ができることを楽しみにしてますとこれね将来的にキャッチボールぐらいできそうなねアメリカまで行かなきゃいけないということですよねそう育っていったらプロデビューする選手が出てくるかもしれないグローブの数関係ないですよヒロヒさんが言ってたみたいに人数だけだったらグローブの数用意しないといけないんですけどそれでうちに来てそれをもう一回触ったりとか見たりとかしたら子供が夢持つじゃないですかその結果グローブ寄付したグローブの額よりも大きいものを子供たちが見なり作る可能性があるからこれがだから すごい賢い使い方なんですよね。<ー>で、多分お金だけで寄付するとダメなのは。うん、人からもらったお金を賢く使えるほど賢い人間ってほとんどいないんですよ。<ー>税金が無駄遣いされるのも自分の金じゃないから、賢く使わないんですよ。うん、はい。だからこういうふうに使い方を規定したもので寄付するのは。すごいいい寄付だなって。投資効率としてもすごくいいと思うんですよね。はい、そのほぼすべての小学校で、あ、うちのグローブって大谷さんのだよねっていうのを。小学生全員がわかるわけじゃないですか。で、それがまあ、何年間もやっぱそのグローブ使われるわけで。はい、そうすると、あの大谷っていう。 もう子がも世代全員知ってるみたいになるのでうん、うん、それはそれでなんかブランドの育成コストととして考えたらめちゃめちちゃゃ効率いいと思うんですよねいう,、うん、うようにそのやっぱそのみんなが頭いい結果としてみんな幸せになるっていうやっぱ賢い人にお金渡した方がいいなっていうのは僕思いましたお金の使い方って例えば僕,僕あの、まあ、炎上していろいろあったんですけど炎上した分猫を助けようと思ってて今度 SIM カードみたいなのやるんですよ堀江さんとかやってるみたいな、はい、でそれで通信事業ってめちゃくちゃ儲かるんですよ みんな20ギガの例えば枠をもらっても20ギガなんか使わないのですそののが浮くじゃないですかうん、うん、で、そこから一回戦そのシムにを切り替えると、うん、猫一匹をずっと養えるっていう仕組みを作ってみたんですよ<ー>でこの理由があって例えば皆さんが猫を保護しようと思って1万円を保護棚あたり給付するじゃないですか、はい、税金取られちゃって7千分しか残らないんですよ、はい、でそれで餌を買うからあんま助からないんですよねうん、うん、だったら例えばその1万円を そのえっとご飯をとか猫のご飯を作る企業とくっついて1万円原価で餌を作ったら10万円分ぐらいのご飯を供給できるんですよそうやってお金の使い方の部分から考えてあげると少ないお金でも多くの成果を出せるんでだからやっぱり寄付って大谷さんもそうですけどやっぱ頭の使い方とか工夫で全然変わるのになって思いますさあ山崎さんどうでしょうかここまでひろゆきさんもパソコン寄付されてるじゃないですか児童養護施設とかにひろゆきさんのパソコンを受け取った側の大人たちは賢い人が多いって ことですか。その間違った使い方をされたりとか、壊されたりとかはしてないんですか。すす多分ね、今そんな話はお金配るとにお金を使う意思決定者が賢くないダメだねって話なんで、うん、その使ったお金を受け取る側が賢いかどうかの議論もしてない多分。<laughs> その <laughs> もうお金をこう寄付するよりも実際のその現物っていうものを配った方が。 よりこう有効に活用される可能性が高い、うん、僕が配ってるのってあのゲームができる結構いいスペックの PC なんですよ。うん、なので一台あたり大体15万円とかしちゃうんですけど、うん、ただ15万円で買いに行っても買えないんですよ。うん、あの大量買いしてるのでちょっと安く譲,譲ってもらってるんですよね。うん、PC メーカーさんがっていうのもあって、あとそのじゃあゲームにちゃんとつ <laughs> ゲームが動く PC て、うん、きちんとした構成を考えるの難しいんですよ。うん 割とその、このゲームのグラフィックボードって、あと2年ぐらいで使えなくなるよね、とか、いや、これ実はハードディスクなんかもういらない時代なんだよね、みたいなのが、ある程度分かってる人が設計しないとダメなので、お金渡して買ってくださいっていうと、そうなんかあの中国製の壊れやすいものを買ってきちゃったりとか、安かろバルコロをつませるみたいになっちゃうので、僕が決めた仕様のものを配るっていうのをやってます。ただそれを使受け取った人たちが、別に YouTube 見ようが、別に全然なんかプログラムとかやらないでエロ動画見ようが、それもう使う人が使う人なのでしょうがないねので、これで、そこのことを。こ継続してる理念って何ですか、もともと。 うん、どういう思いでこういうことをしてるのか。 子供に一人一台パソコンを配るって文科省が言い出して、はい、で、実際手元に来たのが、タブレットだったりで、うん、プログラムをするためにはお金払わないとできないとか、<ー>パソコンと違って、すごく不便っていうものを配られたんですよ。で、結果として、その不便だよねと。ただ児童養護施設に関しては、全国700施設あるんですけど、はいうん、多分半分ぐらいも僕が配ったパソコンがいってるんですよ。<ー>で、そうすると、その一般の家庭はタブレットのしょうもないのなんだけど、児童養護施設の人だけは、なぜか最新のパソコンがあるっていうので、うん、むしろそ児童養護施設にいる子どもたちの方が、エンジニアリング 逆転現象が来たら面白いなっていう嫌がらせでやってますそうした中ですけどもね実は日本は、えー、寄付についてはですねふるさと納税というのが始まって右肩上がりで寄付額というのは増えているんですけども <laughs> 世界的に見るとまだまだ規模が小さいということなんですね、えー、年間で見るとですね、えー、日本での寄付総額というのは1兆2000億円規模ということでそのうちふるさと納税がこのぐらい占めているよということになるわけですね <laughs> さあその上で比較するとですねアメリカが、えー、34兆円ということですから えその差を見るとね、歴然としてしまうというところなんですよね、はいまあ、これをどう捉えるかということですけれども、アメリカの場合って、法人が寄付した場合、うん、その日本の場合ってそのなんか認定された NPO であるとか、公益法人であるとかじゃないと経費にならないんですけど、はい、基本的にある程度大丈夫そうなボランティア団体だったら、何でも寄付控除されたりするんですよ、うん、なので、アメリカのすげえ金持ちとかが100億円手に入りましたっていうときに、それがじゃその50億円をその税金で捉えるぐらいだったら、 100億円分の NPO を作っちゃったりするんですよね。うん、自分で作ってそこに金突っ込んで、うん、それでじゃあワクチン作りますとかだったり、じゃあそのなんかあのマラリアを撲滅しますっていうので、ものすごい金使ったりっていうのができるので、うん、なのでその税制として、まず有利でやるっていうのがあるんですよ。うん、なのでふるさと納税が日本ってなんで流行ったかっていうと、払った額の7割ぐらい戻ってきたりするじゃないですか。うん、はい。 なので、税、税で取られるぐらいだったら、なんか寄付して戻った方がいいよねっていうので、アメリカの場合も、自分が指定するところに寄付して、で、その指定したところが、自分の思う通り動いてくれたりするっていう税制の問題が結構多いので、なので、その日本とアメリカの30倍の差っていうのは、税制の差も結構でかいので、うん、気分とかよりもそっちじゃないかなと思うんですけど。寄付に財を投じてる人の平均年収というか、うん、まあ寄付精神と、その所得の相関とかって出てるんですか、うん、なるほど。小川さん、いかがですか これはいい質問だね,ですねあのこちらが出している寄付アクションというのがありまして、確かに高額所得者の方が寄付をしやすいというのもあるんですけれども、うんはい、かといってあの収入が低い人たちが全然していないかではそうではなくて、うんうん、ちょっとそこで上がって下がって、また上がるっていう傾向があるんですね。ちなみに寄付金額だとそうなんだけど、うん、この寄付する人のしやすさの話の研究というのがあって、これ、実はむしろお金があの所得むしろ相対低い人の方が、 寄付しやすいと、うん、確率論的だという研究があります、はい、でこれなんでかっていうと自分が辛い時とかっていうのに助けてもらった子 経験があるっていうのがもちろん低所得の人たちの中にも一定数いてその人たちの方が寄付がしやすいっていうデータがあるんで金額は当然所得が高い人の方がそうなんですけどそれって小川さんがおっしゃったみたいに宗教上の部分も大大ききいいでですすよね。ある程度貧しかろうがする人はするみたいなところはあってしない人はずっとしないみたいなよく言われるあと心理学的に言うと人間ってなんで協力するかっていうと寄付っていうのはそういう側面があって人に施すと助けてもらえるからところ 収入が上がると一人で生きていけるようになるから心理的に人を助ける必要がなくなるんですよね。実際に相手の話も聞かなくなるし収入が上がる。まあろきさんみたいな人話聞かないみたいなふうにどんどんなっていくし元々か。あでもただ幾らか言いたいのはあの貧しい人とか忙しい人とかお金がない人ほど少額でいいんで寄付はした方がいいんですよ。でそれは時間の寄付でもお金の寄付でもいいんですけど例えばすごい忙しいビジネスマンを対象にした実験で一日五分だけ一番忙しい時に人を助けてあげてください。人の仕事をやるみたいなやってもらうどうなるかっていう。 と5分時間使った人たちの方が仕事が進むし成果が出たんですよ。<ー>なんでかというと人間って忙しい時間が自分は不足してると思うとパニックになっちゃって100の仕事できる人が50ぐらいしか仕事できないよなっちゃうんですよ。うん、ところがこの脳のパニックを止めるために一旦5分だけ人を助ける。うん、そうすると脳があれ。 俺助ける余裕あるじゃん。うん、あじゃあ余裕あるんだってなると、50まで落ちてたそのパフォーマンスが100に戻るんですよ。<ー>で結果自分の時間がうまく使えるようになって、自分も幸せ、うん、助けた相手も幸せっていうふうになるので、はいうん、だからそのも何かが時間でもお金でも少ないと思ってる人ほど無理がない範囲でそれを他人に与えた方が結果問題解決しやすい,い。自分自身の満足度もね高いっていうお話で,、ね、ですよね。はい。そしてあのわかりやすく言うそんなに関係ないっぽいんですよね。うん、あの心理学の実験で、あの500円をもらうのと500円を誰か指定その誰かに あげるその500円は僕はなんだけど僕がその懐にれるか僕以外の誰かにあげるかどちらか選んでくださいってので500円もらった人って週間らいで忘れちゃうんでですよも誰かに500円あげた人って1週間以上割とあげたよねっていう幸せの肯定感みたいなのがあったりするんですよ。なので金額としては大したことじゃないんですけどいいことしたよねっていう気分がずっと持ってられるので一番やっぱいいのは僕が思うのはこれね分野でずっと柔軟にやってきてる中でいうと定額寄付です。 これは、あの、例えば、十二万円、一年間にポ、ポ、はい、スポットでポンってやるよりは、毎月一万円とか、か毎月千円とか。がいいです。で、これなんでかっていうと、<ー>受け入れる団体側からすると、スポットで来る、その寄付って。はい 読めないんですよ。次いつ来るかもわかんないから実はそれ活動するときにこういう支援活動をしようとかこういう問題活動をしようと思ってもスポットで来るやつが来年も来るかわかんないからちょっと怖いですところが少額でも寄付のものっていうのは計算が立つんで定額の少額寄付で皆さんすると僕の方が受け入れる側は。 うん、金額以上にそれはあ、うん、あの支援の形としては価値が高いです。あ<ー>サブスクとかだとデータ処理さえちゃんとできれば、僕もあのディーラボでサブスクやってるんでわかるんですけど、大会率とかから見ると大体た3年先ぐらいまでの収益がほぼ額で出せるんですよ。<ー>そうするとそれをもとに投資とか開発できるので、慈善団体とかそういう長期的に向き合わなくちゃいけない課題を持っているところほど。 多分サブスクの知識があった方がいいと思いすね。あでまあ、まさにその通りで。ちなみになサブスクとかそういうマーケティングの知識が随分とこの10年ぐらいで NPO の業界に入ってきたんですよね。で、だから広告とかも少し打つようになったのもそういうのがあって。で、これは本当に大きな変化でしたね。そうポ、ね、ジティブな意味で。あ<ー>、まあ、時々見るじゃないですか。なんか寄付してるのに広告なんかに金使うのとかいやむるじゃないですか。あれは本当によくないですよ。<laughs> あれ逆で、そうね。千、ね、円,円広告打ったら一万円の寄付が手に入るからやってるわけだよ、ね。上手に使うっていうことですよね。かつそれはもっと言うと、その、はい、広告が果たせ役割って、その寄付をより大きく集め だけじゃなくてそれで寄付しなかった人にとってもそんな問題あるんだねっていうその経営の価値もある,んであるそうか,そうか結構あ気づいてもらいのそうですそういう寄付に対するその嫌悪感みたいなんていつまでも経ってもなくならなる、ね、そうですね確かにその一方で実は今回、はい、こんなにお金が集まったっていうケースもあって、うん、え国立科学博物館9億円という空前のお金が集まったってことですね目標を大幅に上回るうん。うん これをどう考えたらいいのかっていうのは一つあるかもしれませんこれは国が出すなきですけどこういうものもあるんだけど確かに言うように増えないっていうかね世界と比べたらみたいなところもありますけどひろゆきさんがおっしゃるり、そり国がどうにかしてっていうのがまず大前提ではあると思うんですけれどでも国がどうにもできない状態が現場で実際に起きているていうのを発信するっていうのが川口がやったことによって他のところも出てきやすくなったんじゃないかなみんなで消費税ボイコットして10% 分もみんなでどっかに寄付すればいいんですよ。国民全員でももう10％寄付したら全員しょっぴけないじゃないですか。アンチエイジング効果あります。寄付。あ、そうですか。アンチエイジング。そうか。だからよくわからないあのブランドの化粧品買う暇があるんだったら皆さん寄付した方が肌綺麗になりますよ。センター分はい。はい。決めちゃった最後のぞ。みるきさんどうぞ。あ、でもあのスパチャは寄付じゃないんであのちゃんと寄付してください。アベマプライム新講の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。 これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。